滋賀市範学校は第二次世界大戦中の1943年に滋賀県に設置された市範学校である。本校は滋賀県市範学校、滋賀県女子市範学校などの前身諸校を含めて記述する。練習書、編集99、滋賀県市範学校、滋賀県大津市範学校、旧、滋賀県市範学校、 編集滋賀県人情市販学校、編集滋賀県市販学校、編集級、滋賀県女子市販学校、滋賀県女子市販学校、編集滋賀市販学校、編集、滋賀県市販学校滋賀県女子市販学校滋賀市販、学校滋賀市販学校男子部前身の滋賀県市販学校から引き継いだ、大津市ゼゼ西木町のコーチを使用した。ゼゼコーチは、 後進の申請詩が大学学芸学部に引き継がれ、1959年4月、石山石津町に移転するまで使用された。その後1963年2月、旧市販学校女子部校地に統合されていた、付属小学校、中学校が昭和町に移転し、現在に至っている。市が市販学校女子部女子部後の非前身の、滋賀県女子市販学校から引き継いだ。 大津市東浦町のコーチを使用した。新生氏が大学への移行を前にした1949年4月、男子部、女子部両方の付属小学校、中学校が統合された。更新の申請詩が大学学芸学部は、学部を旧男子部コーチに、付属校を旧女子部に置いた。東浦コーチは付属校が1963年に、 現在の昭和町に移転するまで使用された。その後、旧東浦高知跡地を貫く形で、中央大通りが建設された。新州大津市、第五巻近代114ページから117ページによる、市が大学教育学部120年四43ページ。同書では、上方田町、下方田町両方の表記が混在している。資料によっては、 一年後の1877年としている、1876年としている資料、滋賀大学史672ページ。滋賀大学教育学部遠隔,滋遠隔、滋賀大学遠隔図、滋賀大学教育学部附属小学校の遠隔、1877年としている資料、新州大津史、第五巻近代116ページ。 滋賀大学誌5ページ。滋賀大学教育学部120年誌3ページ。広報誌誌が、第、第25号16ページ。新州大津市、第5巻近代122ページ。滋賀県市昭和編。第6巻教育文化編199ページから207ページ。漢方第4865号。昭和18年4月2日。 漢方第5664号昭和20年11月28日大津駅上空よりの展望付属小学校中学校移転後の上空写真を写し歴史博物館ありがとうございます